街で皆さんに聞いてみました。環境のために心がけていることありますか？キッチン周りの洗剤とかを使わないように、あの汚れをあらかじめ落として、でキッチンペーパーで拭いて、あの洗剤を少なくするだったりとか。すっごい夏が暑くなったじゃないですか、ここ最近。生命に危険があるほど暑くなるのって、私の子供の頃にはなかった気がしたから、気使わないといけないのかなみたいな。ローラさんいるじゃないですか、あのモデルの、あの方が結構なんか自然に関してとか地球に関してとかすごく大事にされてたから、それを見て私も、あ、こんな感じになりたいっていうのがあって、少しでも環境に悪くないものが使ってある、まあ、シャンプーリンスだったりとか洗剤は使ってます。自分の家の近くの川がすごく汚くてかわいそうだなって思って、鳥たちがなんか人間のせいでこんな汚してるのかなって思ったら、少しでもちょっと改善できたらなっていうのはすごくありますね。こちらの小学6年生のお子さんを持つお母さんは、日常で着る服を、あの再生されてる素材でできたものとかをなるべく取り入れるようにはしてます。学校でやっぱり授業とかであるよね、環境汚染について。海の生き物とかが生きられなくなってる環境がとても嫌みたいで動物が好きだからね。こんにちは。よろしくお願いいたします。福岡市内に住む平ひかりさん24歳です。持続可能な循環生活に取り組む NPO のスタッフをしながら、環境に配慮した生活を実践しています。これが蜜ろうラップ。洗って何度でも使えるので、はい、布に蜜ろうを染み込ませて作った蜜ろうラップ、プラスチックごみを減らせる商品として最近注目されています。うちラップがないんですよ。今可愛い柄とかが結構出ていて、普通のキッチンが楽しい。もう一つはビニールではないですよね。そうですね、あのウコンの葉っぱで、あの 100% でできていて、触ってみたら分かるんですけど、丈夫、しっかりしてる。じゃあそのラップとかそのビニール系のゴミは一切出ない？一切出ないですね。ビニールを持って歩くのが嫌いなので、うん、これがあって嬉しいなと思ってます。洗濯用の洗剤や掃除用品も環境に優しい素材を使ったものを使用。このような商品は環境問題などをテーマにしたイベントやマルシェで購入しているんだそうです。さらにお家の中だけではありませんよ。え、これですか？これはバッグに見えるんですけど、生ゴミを堆肥にするコンポストです。長年コンポストの普及に携わっているお母さんの影響を受けて、自身でも野菜を栽培しているというひかりさん。コンポストの中に生ゴミをそのまま入れると2ヶ月ほどで栄養たっぷりの土に。今ベビーリーフを植えてるんですけど、この堆肥を使って育てました。元気に育ってますね。そうですね、色も味も濃いのですごく美味しいです。さらにこちらは雨水を貯めるタンク。植物の水やりに再利用することで節水になっているといいます。タンクがなくてもこのように屋根から水を伝わせるチェーンとバケツがあれば、ご家庭でもすぐにできますよ。水道水じゃなくて、こういったお水を再利用してる。災害とかにも水がない時に使えるとか、そういったことにも備えられるのですごく便利です。私の友達とかも環境問題について聞かれたりとかもすることも増えたりとか、若い方が取り組むようになったなとはすごく感じます。小さいことでもできることから、あのすることがすごく大事なんじゃないかなと思います。環境に配慮したライフスタイル、いきなり行うのはハードルが高いという人も、最近では気軽に始められる商品がたくさん登場。天神ロフトでは環境に配慮した容器や材料が使われた商品のコーナーがありました。こちらの商品、ヘッドの部分だけが変えられるので、プラスチックごみを削減するような商品になっております。定期的に取り替えが必要な歯ブラシ、こちらはブラシだけを取り替えることで従来に比べて 87% プラスチックごみを削減できるんです。この白いところをちょっと押すと、あ、ブラシの部分だけ取れました。
持ち手の部分はそのまま使えて、ゴミも少なくなりますし、環境にも優しいですね。他にも竹製の歯ブラシや生分解性プラスチックなどを使用した歯ブラシも、色の種類もたくさんあって見た目もおしゃれですよね。そしてこちら傘売り場にも、こちらアンヌレラという傘でして、実は傘カバー付きの長傘なんです。すごくスタッフの人気も高い商品です。お店などに濡れた傘を持って入る際に使う使い捨ての傘袋、レジ袋と違って無料で提供されていますが、これも短時間だけ使われてあとはゴミになってしまいますよね。こちらの傘は撥水機能が高く、水滴も一振りするだけで落ちるんだそうです。もしカバーを忘れたとしても、使い捨ての傘袋を使う必要がないんです。環境に配慮した商品は他にも、リサイクル素材を使ったメガネや海のプラスチックごみを再利用したペンなど、さまざまなものがありました。以前から取り扱ってはいたんですが、やはりメーカーの数が増えてきたりですとか、取り扱い数は増えてきていると思います。